こんにちは。今回紹介する美少女は朝山すず花村です。身長163センチ、スリサイズ非公開、推定 F カットのキャニウスレンダー撮りです。この動画では朝山すず花さんの水着画像、水利お胸画像、着衣お胸画像なんかの絵や写真を紹介しています。いいなと思った朝山すず花さんの写真もあったら、高評価ボタンやこの写真がいいなどの熱い思いをコメントに出してみてください。アイドル、グラビアの他に女子高生ともなると本当にお忙しな年になっちゃうのかもしれないですね。まだまだ成長期ともなると、来年にはまた違った感じの朝山すず花さんも見れるのかもしれないので、今後にかなり期待です。伝説の逸材と呼び声の高いと言われるだけのことはあり、 KKJK アイドルとは思えないほど成熟したお胸の持ち主で、グラビアを愛する体をしています。今回はそんな彼女の絵、チエチなグラビアを見ていきましょう。てば、サキセンセーションのメンバーとして活動をしている朝山すず花さんのお胸がすごい水着グラビア画像なんかの絵な写真をプロフィール情報と一緒にお届けします。高校生になのにこの迫力、水着姿に制服姿のグラビア画像と SNS の画像と一緒に動画を作っています。朝山すず花さん、2005年5月生まれで東京都を出身。2018年アイドルグループカノートに加入し、同年4月にテリスクレアートにてデビューを果たしています。2020年12月にアクアノートを卒業し、移籍という形で強がり先生賞の名古屋支店手羽先先生賞、通称手羽生に加入をし、今現在も手羽生のメンバーとして活動を行っています。そもそも手羽生とは2014年に結成し、2018年に活動を停止した強がりセンセーションのプロデューサー3の K さんという方が、東京から名古屋に移住しスタートさせたプロジェクトだそうです。ライブパフォーマンスは割とかっこいい低カマな感じがしました。この手羽線ももともと加入をしていたアクアノートも、メディアの露出よりも内部を中心として活動する、いわば大アイドルに即するようで、大アイドル界でずっと水着グラビアを対抗されていたのが、今回紹介をする朝山すず花さんだったとことらしいです。EM ジャンプでグラビアデビューをし、デビュー翌週の週刊プレイボーイでまたまたグラビア掲載をされ、話題になっている女の子さん、何やらデジタル版写真集も同時リリースをされたそうで、今後はグラビアにアイドルと大忙しな日々を送ることになるかもしれない大注目アイドルみたいです。情報はあまりない朝山すず花さんの絵な写真でも見ていきましょう。とにかくお胸がすごい女の子で、オリパフォーマンスは厚感、コテージャルがものすごく高いグラビアめっちゃ披露してくれています。まだランジリは解禁になっていないみたいですが、水着姿だけでも非常に良い出来です。黒髪センスな現役アイドルが嫌いな男性は少ないでしょうし、一度ガンで見る価値ありです。では朝山すず花さんのエッナ主婦たちをナレーションなしで見ていきましょう。いかがだったでしょうか。これからも美少女情報を発信していきますので、高評価やコメントよろしくお願いします。またお会いしましょう。